はい、はい、始まりました。始まりました。はい、放送20代、番外編ということで、あの朝読みニュースをね、はい、こう気持ちの上ではこう毎日投稿したいなって思って、はい、でまあやっていこうかなって思ってます。はい、今日の朝読みニュース、はい、お題なんかありますか？これ僕やっぱりこれがやっぱ気になってうんうん、カール・レフラー捏造騒動っていうはい、ありまして、ありましたね。で、話としてはですね、まあ、ある学者さんがいて、でそこのそれの論文に大体載ってた引用されてたカール・レフラー氏という人が、うん、実は存在しなかったっていうことが明らかになり、はい、懲戒解雇されたっていう話ですね。はい、でしかもこれってなんかアマゾンの本もリコール、うんうん、されて、うん、本ってリコールされるんだって話なんですけど、そうなんだ。そう、なんか回収もしてるんですよ。へえ。こう論文の時にこう人がこう引用していくけど、うん、でそこの引用元として、うん、でこうカール・レーフラーっていうドイツ人の神学者が捏造されて、うん、今日の神学 にとってのニーチェっていう論文をレーフラーが書いたとしているんですけど、うん、これがもういないってことが明らかに。その本もないの？ないんです。もともと存在しないし、存在しない本をもとに論文を出さる。いや、なんか私が思ったのは、そのなんか誰かがこう言ってましたっていうその一言とかを捏造するのはバレなそうっていうか、はいはいはい、この文献にあるんですみたいに言っとけばいいかなっていうけど、その人自体を捏造するっていうのはなんかバレそうじゃんっていう、なんかなんでバレることをしたのみたいな気がしたけど、まあでも例えばなんか有名な人のない本とかを足しちゃうと、うん、いやないじゃんみたいなことがすぐバレると思うんですよね。うん、だけど知らない神学者の知らない人の知らない本だったら、うん、まあなんかあってもいいかなみたいな気になるんで、まあ、絶版ですみたいに言っとけばバレないみたいな。そう、古いアニメの話をすると、うん、こう攻殻機動隊っていう、はい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 、あのアニメがあって、いいですね、それ あのセカンドジグっていうシリーズの時に、うんうん、こういう話もあってなんですよ。なんかそう、捏造？そう、捏造っていうか、なんか、うん、ある哲学者のなんか11編目の詩みたいなのがあって、うん、でそれにアクセス、それにはなんかすごいナショナリズムのことが書いてあるんだぜっていうことになってるんだけど、うん、それは実在しなくて、それを調べようとしちゃうと、うん、コンピュータウイルスに引っかかって、それ漫画の中での話？そうそう、アニメの中の話であって、それを思い出しましたね、僕は。そんなことあるんですね。うん、でもなんかその学者にとって その論文発表とかすごい大事っていうのはなんか聞いたことがあって、うん、それでこう給料決まったりとか、その准教授から教授になれるから決まったりとか、うん、まあ、その結構一生かかってくる1回だみたいな、 うん、それのために自分の論を強くするために、まあこれやったなら、うん、まあしょうがないというか、ちょっとなるほどって気がするけど、うん、だけどやっぱり論文って、うん、こう一つの論文はまあそれはすごいんだけど、うん、こう論文がそれぞれこう積み重なることによってこう新しい事実を積み重ねていくから、うん、こうなんかこうドーピングみたいなものと比較すると、うん、ドーピングよりもある種罪が重いというか、ドーピングは結局自分が、うん、まあ、記録も変な記録が出ちゃうから問題ではあるんだけど、そう、前の人が 100m を9秒で走りました、うん、まあドーピングで9秒走りましたっていうのを踏まえて 8.5 秒には走れないから、うん、あの人は9秒で走ったけど、まあ、僕は頑張って。そう、関係ないけど、そうだね、論文だとこの人がこう減っていたの上にこういったら、なるほどなるほど、まあ、史実が変わっちゃうみたいな。そうそうそう、その上に乗っていくのが変わっちゃう。なるほど。深めのノイズが入っちゃうみたいな感じだ。そうそう、深めの取り除けないノイズが入っちゃって。ああ、ゴッドハンドですね。考古学者が、うん、旧石器時代の古墳じゃない、遺跡ってほとんど残ってないんですけど、それを発掘できる人っていうのがいたんですよ、昔日本で。まあ、その人も捏造だったんですけど、うん、どういうこと？だから、まあ、石器は分かりやすいじゃないですか、うん、自分で作って埋めて、そういうこと、取り出すんですよ。そう、10年遅れたって言われる、10年だっけ、20年遅れたみたいな。うわ、そうなんだ。そう、そういうこと。はい、もう5分過ぎちゃった。
こんな感じで毎日続けていけたらなと思ってるんで、はい、行きましょう。はい、コメントよろしくお願いします。はい。